お疲れちゃんです。ラップです。今日ですね、こちら三四郎フグやっていきたいと思います。さあ、というわけでちょっと前にも出したと思うんですけど、三銃士ね、攻撃速度が上がってちょっと強いらしいです。で、今マルチもなんかね、マルチいるんですよ。なんかで、世界3、40ぐらいに三足使ってる人がいて、海外の方でね。で、この方ですね。で、ちょっと前まではヒースピだったと思うんですよ。っていうか、まあ、テンプレがヒースピタルババですね。はい、なんですけども、まあ、最近やっぱ陸系がね、ゴースというのが多いからなのかわかんないですけど、スケのウッド型をね、はい、使われてましたんで、いやー、ヒースピだー。絶対ヒースピの方がいいと思うんですよ、これ。いやー、まあ、でも、一旦スケでちょっと今日は、ね、やってみたいと思います。まあ、なんかこの、ウッドはわかるんですよ。その、タルババがウッドになる理由としては、その、まあ、枯渇ですね。相手のプリンセスとか、あとは奥底のスケルトン部隊とか、を処理できるっていうので、まあ、ウッドのメリットはね、まあ、ある程度わかるんですよ。で、タルババはタルババで、やっぱ三銃士の前にね、タルババ転がしてあげてターゲット取ったりだとか、まあ、陸系になったりだとか、そうなるんですけど、まあ、ウッドにしたからこそ、タルババとしてのね、陸系が1枚減る。まあ、だから、そこをね、ヒースピではなく、スケにして陸系カバーなのか、まあ、ちょっとわかんないんですけど、ヒースピじゃないとね、相手のコウモリとかさ、なんかそういうね、小物系ちょっと嫌じゃんって思うんですけども、まあ、どうなんでしょうね。まあ、実際これで上がられてるので、こっちの方がいいのかもしれないっていう。さあ、ちょっとね、やっていきましょう。で、ゴブドリー、アイウィズ、まあ、ゴレかスケラか、2択ぐらいじゃないですか。ゴレかスケラか。で、まあ、ワンチャンスケラ来るかなーっていう、まあ、アゴもあるし、来たら即ハンターとかしの、さあ、遅延スケラですね。間違いなく。で、これ適当に、U のゴーストを端前にね、ローヨグも割いちゃうと、キング起動されちゃうので、まあ、それがちょっと嫌だよねっていう思いの、できるだけ U のゴーストは後ろからですね。その、まあ、相手が陸行けない時とかは絶対端前に出した方がいいんですけど、こういう時にこう出しちゃうと、キング起動やっぱ簡単にされちゃうので、できるだけ後ろから出した方がいいですね、トルネ持ちには。で、相手が何も出してこなかったら、あ、こいつ今キング起動狙ってんなってなって、いや、こういうとこですね。キングドンされるんで、まあ、それが嫌なら、まあ、対応されるかもしれないんですけども、まあ、せめてね、ダメージ稼いだりした方がいいとは思います。よいしょ。で、まあ、ここはもうハンターで溶かして、まず、スケのメリット一つ目。よいしょ。延命。まあ、あんまできなかったですけどね。で、こっからはもう檻持ってるんで、相手はマジで固めてからの、マジスケラパーン打ってくるだけですね。いや、僕は、マジでどうしようかな。なんかどうやっても、なんか嫌なんで、厄介なね、感じになるんですけど。いやー、めっちゃなんか綺麗に処理されましたね。まあでも、これぐらいだったら、しゃあないですね。これ武田も取られてないので、いや、それは熱いですね。プリンセスタワーが残ってたのは熱い。タゲがね。さあ、ダメージ受けるものの。で、これ、僕多分、同サイド行ったら死ぬので、マジで逆サイっすね。なかなかのね、渋々ですね。結構きついの引いたと思います。いや、でもこれ相手なんか甘えてるっすね。さあ、甘えた感じの立ち回りが来たので、いや、ここは、さあ、マスクにちょっと頑張ってもらってね。理由の追加の、まあ、マジで低め三射はトルネポイズン打たれるだけなので、まあ、できるだけ出すならさっきみたいに高め出していかなきゃ意味がないと。で、今回相手は檻を使ったので、まあ、ここは飛ばしておくかなと。まあ、アイビズタルトルネとかかな。まあ、トルネで、まあ、これはハンターのなんかね、ゴーストアイゴレハンターのこの形がちょっと強いんですよね。まあ、でも今回の相手にはあんま刺さんないと。さあ、これはちょっとやばいかもしれないと思いきや、スケで回してこの間に攻めてあげようと。で、あい、そこだけ突破してくれたら OK。 あとは気合でね、このあいつのダメージ向けたくないね。でも、いや、でも豚飛ばしたので、さあ、何とか耐えてるよねと。いや、なんとなく21のここも攻めまくってあげた方がいいかもしれないですね、僕は。変に防衛に回ると渋い気がするんですけども。
で、マスクできる延命できそうになるしてあげて、いや、相手もうまいですね。これ、セミウッドとか今打ってもよかったかもしれないですよね。で、僕はもうずっと左端前勝てれば負けないので、ワンチャンコスケル来る。いや、来ない。そうですね、左端前だけ毎回なんか、負けないようにするの大事かもね。これもウッドで早めに剥がしてもいいな、スケル。あ、タルをね、処理して。で、なんなら、もう15秒とかなので、相手これ逆につけろってことだな。攻めてあげて、タゲ取るのだけ、しっかりやってあげれば、OK! おー、ユーノも走ってく。さあ、ナイス。というので、まあ、今回に関しては、ウッドがね、やっぱスケラの防衛でやっぱ優秀なので、ウッドのおかげで勝てたのは結構ありそうですね。まあ、結構きつい部類に入ると思うんですけどね。ああいう陸受け豊富な、まあ、スケラデッキ、あと檻だったのもね、まあ、ボス系はボス系で厄介ですけど。さあ、とりあえず今回相手はトリトン。トリトンはもうね、9割ロイです。はい。ロイか、もうバケモンみたいなデッキの2択なので、バケモノだ。これ、気ぃつけた方がいいっすよ、マジで。マジで何かわかんないので、そこだけマジ要注意して、トリトンスケルトン部隊はね、あ、ごめんなさい。ロイです。普通でした。ガチで最近流行ってる、ゴリゴリ普通ですね。ゴリゴリ普通なデッキ来た。で、ファイボかライトか、まあ、どっちかって感じっすよね。で、ザッピーの、そうですね。この方だとライトニング多いですね。マザネクだったらファイボなんですけど。まあ、こういう相手にもね、ウッドじゃなかったらもう負け格だったと思うんで。まあ、スケーはヒースピでもいい感はちょっとありますけど。リクーケースかね、本当に。さあ、まあ、多分、ライトニングなんですよ。多分ね。そう。で、まあ、ここは、意外と、攻め得な気もするが、一旦落ち着きのアイゴレから。で、ハンターはね、ロイに使いたいですね。で、スケキンはアイゴレと、なんか他で、やれるといいかもしれないんですけど、相手もめっちゃ丁寧に立ち回ってきますね。さあ、でも普通にここの、なんだろうな、ロイからのライトとかは、可能性あるんですけど。しゃーなしっす。いや、ここでもうね、無理やりハンター前ロイとかもありますからね。さあ、まあお互いちょっと今んとこはね、様子見ですね。で、まあ回転早いんでね、僕はずっとこの、ちっこいのいっぱい出しまくって戦うっていうのはできますね。そうそうそう、ウッドでカード回しもしやすいですしね。いやー、でも、これ何か僕が動かないと、マジで変わんないと思うんですよ。これでファイボだった時が泣くっすけどね、さすがにセパまあ、一旦ね、一旦我慢ゲーをね。さあ、ライトニングでした。まあ、ライトって上がったならユニット展開しやすいですけど、一旦ちょっと攻めたいっすね。固めてもいいの、ってか固めた方がいいんですけど、ライトニング相手の時って基本は。でも今回の相手に限っては、あ、でもロイホグで飛来心できるな、これ。で、ワンチャン今ここに。よいしょ。これで、まあ、スケキンウッドでね、全芝刈りされちゃうんですけど、それまでにある程度の破壊ができるなら OK。 でさ、一旦待ちので、こうなったら三振出すなら固めた方がいいですね。飛来心ですね。で、逆線はまあハンタースケあれば耐えれそうで、一応豚も飛来心になるので、あー間に合わなかったですけど、まあまあまあできるならやってもいいみたいな。まあ、スケキンとハンターとかでね、これ結局やられるのはちょっともったいないですけどね。このウッドは多分結構いいウッドになって、もう一枚咲かせられそう。じゃないと、あーデスケブか。いや、でも今一発入ったら結構でかいですけどね。で、豚は飛ばしても簡単に処理されて、スケキンウッドスケブとかもうとりあえず適当にね、処理されて終わるんで、豚はね、あんま出さないがいいですね。
で飛来信してあげて、よいしょ、言うの行かれていいですね、全然。で、タゲ取り、で、ウッド、あ、これ右の入ってるんで、終わりそうっすね。オーケー。さあ、というわけで、まあ、ロイホグ、ほぼ飛ばしてないと思うんですけど、飛来信用ぐらいしかね。まあ、こんな感じで、高回転のアイゴレス系ウッドがね、カード回しもしやすくて、なんか思ったり良かったですね、今のも。ウッドのおかげは結構あります。まあ、ぶっちゃけスケはどうだろうな。まあ、今のに関してはトリトンの受けとか、で使えたんですけど、ヒースピがやっぱなんかさ、30白いこと相性が良すぎてさ、まあ、ゴースルーなんだかとね。そう、だからそう考えた時に、ヒースピがちょっと欲しくなるよねっていうのは、ちょいあります。さ、虚数系。これも早めになんか高めで溶かしちゃいたいですけどね。チチチューン。まあ、スケぐらいね。まあ、どうせマスケ一体バカでいかれるんでね。出してあげなくてもよかったけど。優しさのスケ。あ、でも爆破でこんぐらい残るんだ。結構残るね。わ、すごい。これはちょっと高め止めといてもいいかもね。で、ある程度まとめて。さあさあ、プリンスが厄介ですね。あ、でも今回スケがあるのはマジで熱いかも。あ、これスケルトン部隊とかいるかな、このロイフグは。まあ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 、ボンバー。さあ、いやもう一発欲しかったな。いや、これだってさ、相手は悪くね、ちっこい受けないっしょ。よしよしよし、相手はこれシャシャリっすね。あの小屋はマジで早めに圧かけたいのを、まあ、よく僕もやるんですけど、5コスでね、置いちゃうっていう。そう、5コス6コスで早いうちに小屋置いて意地悪しちゃろうって置いたらね、端前ぶっぱ来て、あ、おい、おがんがったらよかったってなるやつですね。はい。で、まあ、ウッドがスケル受けに強いんで、まして樽より断然ね。まあ、そこに関しては熱いのと、今回相手が、あの、ヤナアメなんで、まして、ファイボヤナアメか、トレネイヤナアメかとかなんで、まあ、三重子がまあ、辛いでしょ、あなたっちゅう話ですよね。で、僕はまして、負け筋、プリンスカッツン、ゴッツンしかないので、さあ、で、まあ、スケル受けに、ゴース出して、これスケでね。いや、まして、これもう無理しなくてもいいか。相手の方がね、無理してくれるんで、ね。で、ウッドで気づけば落とせると。で、まあ、ユーノの受けが意外ときつそうみたいな思ったけど、そんなこともないですね。カトゥーン。さあ、これ端前で止めてあげましょう。ここさえ入れなければ、相手のスケラのダメージはね、ほぼ確で通らないので、さあ、相手来ましたね。諦めの、GG だ、これは。OK。まあ、三重子がね、多分相手きつかったですね。まあ、しかも今回、いや、今回に限っても、まあ、偶然ね、スケがまたいい味ちょっと出してたんですよ。ヒースピでもいい感はすごい否めないんですけど、まあ、スケの方が安定感があるのかもしれないですね。こういうプリンスとかの受けでも優秀ですし、まあ、トリトンとか引っ張られる経過もできるんでね。タルババで陸受けなくなったのの、まあ、カバーとしては優秀ですね。さあ、ということでね、まあ、三重子ね、強化されましたからね。全然そのめっちゃ勝率上がったとかそんな気はしてないですけども、まあなんか強くはなってるっすよね、明らかに。ラッキー強化が暴れてます。さあ、そんなわけでとりあえずご愛好き金ですね。グッドゲーム言ってる。これ相手絶対勝ち確の方のグッドゲームです。しばきます。グッドゲームです。知らないけど、まあ、あの、これ、僕がゴースト出してる時点で、まあ、言っちゃえば、ペッカか、僕のデッキはペッカか、あれなんですよ。流行りのメガナイトラムになるわけで、まあ、そこに対して、これですね、この相手のデッキは、まあ、スケキンロイジャイで、まあ、墓石マザネク型か、まあ、わかんないですけど、まあ、スケキンロイなわけですよ。あ、スケなのか、これもしかして。てか、まあ、陸が硬いんでしょうね。で、相性いいわ俺っていうのでグッドゲームだと思うんですけど、偏見の僕からするとね、偏見持ちの僕はそう考えますが、どうなんだろう。インドメガナイトなんで、あ、これあれっすね、俺のちょっと前、マジでちょっと前に紹介しましたメガナイトスケラです。で、
やでもスケキンだな、あれなんかやっいろいろ言って分かんないですけど、ファイボヤとかなのかな。でもスケラっぽいですけどね。でメガナイトスケキンなんで、いやーまあちょっとどころじゃないぐらい嫌。うん、まあ、でもこういうのにも勝てるのが結局三重士の強みなんですよ。相手がファイボ持ってる、メガナイト持ってる、いや関係ないんですよね結局。そう PS で覆します。三振チュチュチュン。もう一個のスペルですね。これ逆サイローフ行きたいんですけど、さすがにあれが邪魔っすよね。さあで、まあ、適当にカード回ししながら、で、もう一個のね、スペルがね、やべえ。言うのがなんか、いじめられてる今。やばい。あってやばい。下手。ごめんなさいね、本当に。最近こういうことがちょっとあるんですよ、僕。まあ、これはアコ誘導で、インドラだけどうにかね、竹取んなきゃ。やばい。あ、でもマスケが優秀。マジで優秀。しかもスケキン咲いてる、まあ、墓石か？ザッピーか。いや、陸行きが優秀だね、あなた。さあ、ファイボー。マスケ？いや、攻撃速度上がってる。打つ。いや、硬すぎる。いや、でも、相手の攻めも全然入んないから、これマジで、勝てます。勝ちました。早めにこれ、陸系割いて、これ陸系あなた先なよっていう圧。で、これはアイグル蓋した方がいい気がした。からの、これ右にね、からのウッドかな。で、アラメガナイトは、まあ、適当にね、ユーノカンプでもしとけば、なんとかなる。いやー、このゴースト良くないですね。ザッピーで受けられちゃうんで。さあ、いや、これでも相手ね、ワンチャンバルーンかスケラか、まあ、その辺がね、まあ、スケキ、まあ、多分バルーンじゃなくてスケラだと思うんですけど、普通にこの、俺のダメージが、ファイボだけだな。ファイボだけだ、この人。気づきました。ファイボだけなんで、こっからイモれば、いいことありそう。いいことあってほしい。いや、マスク入ってる。結構厚めいいね。いや、低め受けそれ厄介だな、マジ。で、ウッドから入ってないのやばいな、ダメージ。で、ファイボだけだったんで、まあ、スケラーだったらちょっと話が変わるけど、普通に。そう、スペルがファイボだけっていう。言うのが入る、これ。いや、あっちガチであっち。最低ファイボとザップとかがないので、ガチで三振武装してんだけど。いや、そのままさ、それはマジやってるよ、相手。だって、あ、まあ、諦めか。諦めのですね。さあ、これ絶対相手マジで、俺が陸デッキだから、勝ったと思ってグッドゲームだと思うんですよ。いや、違うのかな、わかんないけど。さあ、というわけで、グッドゲームです。はい。ありがとうございました。いや、三種が、まさかのね。いや、でもこれやばいっす、相手。ガチで陸デッキだったんで、流行りのメガラムライトとかだったらボコボコにされてましたね。はい、というわけで、今日はちょっと違った、まあ三種。まあ、テンプレのほんと効果違うだけなんですけども、まあ、こっちはこっちで使いやすくてね、なんか良かった気がしました。僕意外とこっちにはまりそうですね。ヒースピよりもスケウッドの方が、安定感出そうな気もしました。皆さんもぜひね、まあ、三種使ったことない方も、攻撃力ね、今バカげてるんで、はい、ぜひやってみてください。チャンネル登録もお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。